ダリル・ブライアン・リッキー・ラフマンは、オランダとキュラソーのサッカー選手。キュラソー代表。ポジションは DF。2009年に FC フロー人間で選手となり、2011年にエールステ・ディビジの PC、ズボレに移籍するまでに8試合に出場した。PEC ズボレではエール・ディビジへの昇格を1、シーズン目に迎え、在籍最後となった3シーズン目には、 KNVB カップを制する活躍に携わった。2014年に FC、2エンテに移籍したが、在籍は1シーズンとなり15試合の出場に止まった。2015年7月にフットボールリーグ、チャンピオンシップのシェフィールドウェンズで FC に移籍。しかし、翌2016年1月までに出場機会はなく、SC カンブールレイワールデンに、レンタル移籍の形で、オランダに復帰。 残りのシーズンをここで過ごすこととなった。2017年夏にシェフィールドウェンズデーを退団ビレム2に加入した。2015年3月27日に行われた2018、FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海一時予選のモントセラと代表戦で、キュラソー代表として初出場、同月31日の同じく、モントセラと代表戦で代表初得点。 代表での得点一覧、ありがとうございます。